かしこまらないでくださいこの身は高貴なものですがここへ来たのは身分を隠し世を渡り歩くためあなたの腕を見込んで頼みがあります今から私の護衛になっていただけませんか心配しないでください危機が訪れれば私も手を貸しますので ずれ,ずれなるままにひくらしすずりに向かって <laughs> 浮世の風景は幾千年も変わらないというのに人の世とはこうも白露と泡のようにはかないこの美しい風景もそばに誰もいない以上私の普遍を引き立たせるだけ。 雨なんて大したことはありませんまだ雷も鳴っていないのですからあら雷が怖いのですかこの世で唯一無二の高貴なるものであり最も恐ろしい雷帝の化身があなたのそばにいるというのに冬将軍も来たのでしょうか晴天でさえ 来帝の光を遮ることはできません雨が降らずとも信頼を下せますあの木を見ていてくださいん分かったからもうやめてそうですか朝の挨拶をしたそばからあくびをするなんてたるんでいる証拠かとですが今回はその無礼を許しましょう おはようございます甘味が食べたいですねえいけませんかこんな時間に甘いものなんてとは一体以前は将軍の身分によって甘やかされていたとそうだったのですね夜の流れ星について知りたいのですか 瞬く間に流れゆく天の光ですえ実はあなたが流れ星空をかけるものは天狗だという言い伝えがありますあなたも天狗だったのでしょうか私の命によりこの世のすべての雷鳴を鎮めました今夜はゆっくりと眠れることを願います 雷帝と稲妻は刹那に去りゆくだからこそ永遠を望むのですい,いえ望むだけでは足りません必ず永遠をこの手に魔猛とはとても恐ろしいものこの身が誕生した意義も魔猛に耐えるためですそしていつか 内なる存在は永遠に触れることができるでしょうあなたは今や私の側用人です言い換えれば幕府に対して有益で私に忠誠を誓うものであると判断しています護衛とは言いましたが私が危険に陥った時にかばう必要はありません 将軍の作りは丈夫で壊れた時は替えも効きますですので身の危険を感じた時にはこの将軍を前に突き出してもらって構いません稲妻の薙刀術と剣術それに刀の鍛造技法は基本的に私が伝授したものですそこから人々の個性によって 枝分かれししていきましたどうでしょう私の人たちをもう一度受けてみませんかそれでもまだ無事であればあなたに稲妻で流派を開く許可を与えましょうはあ武道の精進とはどうしてこうも人を引きつけるのでしょうか外の世界では そんななにも長いいい間、雷元素の神のの神が現れていないのですか私にはいくつかの制約があるため細かいことは言えませんが神の目を授けることは私の意思とは無関係です重要なのは人々の願望そして 共有したいこと特にありませんそれよりもなぜ神の目を持たないあなたが元素力を使えるのか気になります話してくれますか体は消え夢も失いましたけど彼女は神王となりましたそれもまた永遠ですあの人ですか 最初は油揚げに誘惑されるような方でしたがまさかこんなにも策略に秀でるようになるなんて実に喜ばしいことですしかし私のためとはいえ彼女に計られたのはやはり少し気に入りません今度会った時きっと笑われてしまいますであれば先手必勝 先に彼女に人たち浴びせるとしましょうどうせ彼女なら買わせますし上里家の者のであり稲妻名門の筆頭を行くにふさわしい人物です綾とは以前三奉行事務中に様々な手段を講じていましたがその忠誠心に一点の曇りもありませんとがめずともいいでしょう 神里家のものであり稲妻名門の筆頭を行くにふさわしい人物ですえ将軍と評価が全く同じあ、うん、で、ではこれならどうでしょう彩香は剣術にも秀でています忠実な志士であり優れた武芸を有し豪傑の二文字を背負うにふさわしいものです あの者がいれば九条家もまだまだ栄えるでしょうどなたのことでしょうかああ花火職人の刹那の幻像を作り夏の幻想に酔いしれる人彼女も我が民の一人ですお天領奉行の領地で花火が上がっているまさか彼女が 彼の神の目を奪いそうになったことは私に責任が全くないというわけではありませんしかし謝罪でしたらやはり将軍に行かせた方がいいでしょうまあ私も反省はしますが「おろばシは確かに私が切り伏せましたしかし私は三五宮の民に。 それを渡邉大神として祭り上げることを許可しました今の三五宮は鳴神文社を破壊し幕府を裏切ろうとしています彼女は渡邉大神の荒人神の巫子として責任を取らなければなりませんあの子は将軍を作る時にできた副産物です彼を制御しないのは。 私の心の中で彼に対して仮を覚えているからでしょう誰でしょうかかつて彼と主席を共にした時私はただの影武者で神々の末席に属していました彼はそのような選択をしたのですねしかし これからの時代も彼は多くの人と縁シを結んでいくことでしょう風神の化身は今もその名前を名乗っているのですか正直初めて彼と会った時から相性が合わない感じがしていましたそれ以外の印象はお酒が強いことくらいですね 何かあるなら言ってください雷の日に桑原桑原といえば大事には至らないそう人々は信じていますもし私が起こした雷であればあなたに害は出しませんですが自然現象の雷の場合そうもいかないでしょう 親切という本に書いてあるのは事実ですあれは彼女が島のことで忙しくしていた頃のこと私は影武者として彼女の名を借り軍人に現れましたしかしその後の物語は人々の憶測にすぎません私はもともと剣術に魅了された武人 神を感化させる美徳など持ち合わせていません永遠の追求は一種の逃避にすぎません私が最後に取った方法も甲羅にうずくまる亀のようなものでしたしかし亀とはもともと長寿の象徴永遠を追求すれば必然的に そののようなな形になるのかもしれませんね恐怖の由来それは私が500年前に彼女の死とあの出来事を目撃したからしかしあなたでしたらきっと全ての人を救えるでしょうあなたでしたらきっと世界をも救えます 私が稲妻のすべてを覚えているようにあなたが私を覚えている限り私は永遠に生き続けることができます愚問ですこの世にはやらなければならないことそしてやってはならないことの2種類のみが存在します私に料理を作らせないでください 基本的に私は何でもできますが料理だけは本当にダメなんです将軍の言ったことは無視してください甘いお菓子が好きです虫歯になったら帰ればいいだけのこと永遠の追求に影響するわけがありません愚問ですこの世には 体を維持するための栄養素とそして体に害をもたらすものの2種類のみが存在します今日はあなたの生誕の日でしたか私と城へ戻り全旗本の前で祝辞を読みましょう恥ずかしいからやめてほしいとそうですか 誕生日おめでとうございます今日は一緒にお祝いをして一年で最も印象に残る素敵な日にしましょうそして来年の今日もまたお祝いをこうやって続けていけば永遠の幸せを手に入れることができます我が流派初殿の位では 太刀の九皇賢治の性それと薙刀の基礎が学べます他の流派と大差はありませんいや正しくは「他の流派が私の」と大差がないですね我が流派終電の位では剣術に必要な構えの変化を学び薙刀術に必要な切りと返しの断りを理解する必要があります 我が流派開伝の位では王義を学ぶ必要がありますしかしそのほとんどが元素力を使うためただの人間には難しいでしょう世に出回る大半の流派はこの境地に触れることさえできます王義中の王義無双であり無双の人達あなたが練習に付き合ってくれるのなら 私はより早くて強い人たちを繰り出せる気がします裁きの雷逃げ道はありません見切りました無我の境地へここより弱滅の時稲光すなわち永遠なり 受け取りなさい。私には無用の長物です。主優の夢に過ぎません。あら鎖を断ち切る。悪を切らねば。邪魔者の粛清を。浮世の夢のごとし。無念、無臭。雷鳴が 病んでしまいます無礼者愚かな何か用ですか私についてきてください今こそ出陣の時あなたでしたかまさかわざわざ私に会いに来たのですか 一心浄土と比べれば随分と賑やかな場所ですいいえご心配なく賑やかなのは外側だけで私の心は静寂に包まれたままですはいご理解いただけたようで何よりですあもう少しここにいますかあなたがそばにいると言葉はなくとも 心が穏やかになりますこのような変化は嫌いではありませんよ永遠の理念から背くようにも聞こえますが考えておきますあもう少しここにいますかあなたがそばにいると言葉はなくとも心が穏やかになりますこのような変化は嫌いではありませんよ いいでしょう私もちょうどあなたに聞きたいことがありましたどうしてそんなに美味しい甘味を作れるのでしょうかそのう,うん少なくとも私の口に合ったものでした試した結果それが失敗だったとしても諦めることなく挑み続けるそして 実践する過程で調整を行い続け経験を積み重ねるという意味ですかなるほど覚えておきますあなたの助言も得られましたし今度将軍の人形を改善するときそれを念頭に試してみますおや私は料理が作れないと言ったではないですか しかし私が質問したのはあなたと全く関係がないというわけではありませんより強い将軍ならあなたをより多くの危機から守れるでしょ願う心甘味を美味しく作りたいと思うことも一種の願いということですかお家、よく考えると そんな安易なものではなさそうですね。その願う心とはつまり、食べてもらう方に満足してもらいたいという気持ちのことではありませんかなるほど。覚えておきます。あなたの助言も得られましたし、今度将軍の人形を改善するとき、それを念頭に試してみます。およ 私は料理が作れないと言ったではないですかしかし私が質問したのはあなたと全く関係がないというわけではありませんより強い将軍ならあなたをより多くの危機から守れるでしょ来たのですかええ剣を抜いてください では準備が整ってからまた来てください時間は十分にありますあなたの剣術が衰えていないかこの刀で確かめてあげますもちろんです刃を交えるとき刹那は永遠に変わるのですこれを通してあなたの心を感じることができますどんな言葉よりも簡単で 直感的な方法と言えましょう自分の存在を確認できる方法でもありますあらもう分かってしまいましたかよく似ていると思ったんですがまあいいです回りくどい言い方はやめて率直に言いますあなたと腕を磨き合いたかったのです何せ私の一振りを耐えられるものはそういませんから それにあなたが付き合ってくれると私も嬉しいのです私との手合わせを嫌がられたらどうしようかと思いつい将軍のふりをしてしまいました断りの言葉が聞こえないということは同意したと見なして大丈夫ですね <laughs> では万全の準備を整えてください私 手加減はしませんので、はあ、では準備が整ってからまた来てください時間は十分にありますあなたの剣術が衰えていないかこの刀で確かめてあげますもちろんです刃を交えるときせなは永遠に変わるのですこれを通して あなたの心を感じることができますどんな言葉よりも簡単で直感的な方法と言えましょう自分の存在を確認できる方法でもありますあらもう分かってしまいましたかよく似ていると思ったんですがまあいいです回りくどい言い方はやめて率直に言いますあなたと 腕を磨き合いたたかったのです何せ私の一振りを耐えられるものはそういませんからそれにあなたが付き合ってくれると私も嬉しいのです私との手合わせを嫌がられたらどうしようかと思いつい将軍のふりをしてしまいました断りの言葉が聞こえないということは 同意したとみなして大丈夫ですね <laughs> では万全の準備を整えてください私手加減はしませんのでおはようございますこうやって挨拶をするだけで力がみなぎってきますねまことに不思議なものです 夜になりましふか,かしせずに眠ることをお勧めしますおやすみなさい穏やかな夢が見られますように道場武を極めようとしているのですかその決意はきっと無双の人たちによって触発されたものでしょう究極を追求するもの称賛に値します